いやでもマジでいいね。わめっちゃいいね。これぐらいだったらね、喜んでのゴレスト、この苔具合じゃなかった。はい、後藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみだわ。今日知ってます、後藤さん。何をですか。あれですよ、今日はね、ここ三重県は、はい、熊野市にやってまいりまして、はい、今から3日間かけて、はい、熊野古道を回りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。何これ。俺がどれだけ楽しみにしてきたか。古道デザインですよ。え、それどこで買ったの。お土産ショップでもう買ってきてますから。こっちは、はい、で初日なんですけども、はい、裸足の道というところに、ね、行きたいと思います。何でもですね、気軽に世界遺産を体験できる場所ということで、はい、まあ、本日の行程なんですけども、こちら熊野市駅から電車でね、せっかくなんで行きたいと思います。その裸足エリアっていうのが駐車場がね、ちょっと少ないみたいなので、まあ、電車で行く方がアクセスもいいんじゃないかなと思います。なんか噂には秘境駅だとか。そう、秘境駅ということもあって景色もね、楽しめるので、電車で行くことがおすすめと聞きました。おすすめで行くわけね。じゃあそういうことですよ。楽しみですよ。、はい、ちょっとまだでも時間あるんで、はい、この辺も、そうだね、ちょっと回りましょうか。それでは街をね、軽く散策してみたいと思います。あ、これみかん、みかん、これがあれですか。この辺りすごいね、みかんが有名らしいんですよ。へー。で、今日行くところにもそのみかんジュースがね、美味しく飲める場所があるっていうことなんで。ここにもあるけど、これちょっと買って飲んでもいい。ここはノンノン。そんだけですね、裸足の道に行く前にですね、観光案内所に行ってちょっとマップをゲットしたいなと思いまして、まあ、ここであのマップがゲットできたり、あとホームページからもですね、ダウンロードできるということなので、うん、ご自宅でダウンロードして持ってってもいいのかなと思います。はい、なんか熊野古、熊野古道巡礼衣装貸し出しっていうのがあって、うん、3時間で1000円で借りれますね。いいじゃん。借りてく。でも3時間で帰ってこれる。3時間では帰ってこないかもしれない。じゃあ2000円になるね。ちょっとそれだと30分ですね。ちょっとそれだと予算的にもあればバス停の前にお土産屋さんがありますやん。めっちゃいいとこ。そう、すげえいいじゃん。いきなりなんですけど、もうお土産ちょっと買っちゃいます。いや、先に買うスタイルもいいと思うよ、俺は。お土産って重たくならへん。今日は歩くよ。重たくはなるけど、やっぱこれさっきもあったけど、やっぱみかんがすごい有名で、はいはい、みかんジュースありますね。いいじゃないですか。これ買って帰りますか。買います。これ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 、これがね、すごい美味しいらしいんで、僕はこれ買ってこうかな。はい、これ持っていくの、俺ら今日。結構背負ってくよね。まあまあ、まあまあ、水分って重いよ。ピンと、あ、しまった。めはり寿司もあるじゃん。あれ、めはり寿司さっき表に土日って書いてましたけど、あ、今日は特別、特別これも、すいません、これじゃあもう現金で。え、朝ごはん食べてないですか。いや、特別だからさ。朝ごはんあなたもりもり食べてましたよ。結構食べましたけど、お酒まで買ってもうとるやん。もう熊野三山とみかんジュース。これどうする。背負っていこうよ。マジ重み感じながら歩こうよ。マジ大丈夫かな。そろそろじゃあ向かいましょうか。はい、はい、楽しみ。行きましょう。羽田駅ですね。そうです。で、そっちにも熊野古道も。そうです、そうです。なんか気軽にね、体験できる世界遺産っていうこともあってね。はいはい、なんか非常に楽しみでございます、ね、そうだね。あとさ、はい、思うんだけど、何、さっきのやつやっぱ借りへん。まあ確かに。せっかくの古道だもんね。世界遺産だもんね。そう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 、あれ着て俺回りたいから。いや、そうしよう。行きましょう。はい、いやー、なかなかいい感じやん、後藤さん。一気にやな、雰囲気出たね。出ました。
じゃあそろそろ向かいますか。はい。あ、その前にちょっとね、僕トイレ行きたいんですよね。あのトイレが、先ほど言ったね、観光案内所にもありますし、ここにもですねあるので、羽田エリアってトイレが少ないので、トイレはねこちらで済ませてから行く方がねいいんじゃないかなと思います。まだ時間あります？はい、じゃあ続いていきます。お待たせ。いや、そんなに遅いよ。そんな長かった俺電車の時間があるから。本当、行きましょうよ。じゃあ、でこれちなみにね、あのマップ、先ほどねお話したと思うんですけども、あのダウンロードして僕実際ね印刷してきたんで、ボトさんにこれ、ありがとう、今日行くね羽田のマップでございます。ありがとう。じゃあこれを見ながら今日は回りましょう。はい、行きましょう行きましょう。今ね熊野市駅なんで、ここから2つ、はい、190円で羽田駅にね行けます。おい、ありがとう。ありがとう。これで行けます。僕もあの11時34分のやつです、ね、あと10分。はい、なんかこれ皆様の旅ノートっていうのがありますね。わあ、すごい。と皆さんの旅の思い出が、まだちょっと思い出がないんで帰ってきてからにしようかなまだちょっと書くことないから帰ってきてからでもいい。お願いします。後藤さん、すごいね。熊野市駅からですね、2駅で羽田駅に着きまして、ちなみに見てこの景色、すごかったね、電車からも、はい、あとね、このアニメとかでもですね、ロケ地としてもね使われてるそうでございます。何？凪の明日からだったと思います。はい、ちょっと僕まだ見てないんで。アニメの聖地なわけね、ここ。そうです、そうです。結構巡礼される方もね、多いらしいですね。今日我々は巡礼で。そういうことですね。そういうことです。僕ちなみにこの大泊まりもちょっと気になって。はい、まあ大きく泊まりますからね。小泊まりだったよね、だいぶ。電車的には。確かに。そんなわけで、今から羽田の道にね、行きたいと思います。すごいよね。めちゃめちゃいいな。あるよ、看板。ありました。よいしょ。ジョフクの里。ハダスでございます。ちなみにジョフクさんって知ってます？いや、始皇帝の僕大好きですよ、結構。そっか、ゴトが歴史好きだから、うん、はい、まあ、そこのね、あのジョフクさんの宮がねあるみたいなんで、そこにね今回行きたいと思います、うん、まあ、ジョフクさんの説明はね、そこの宮に行ってから軽く説明しようかな。あら、これでも今日マジ最高の最高の天気でしょ、これ。天気じゃない、持ってるね、ゴトさんも。これ最高だよ、これ。一応ことだ、ここもトイレだから、もしあれだったら済ましてもらっても。いや、もう済ましたんで、ここでは。すっごい昔ながらのトイレですね。ちょっとこれ見てもらっていい？一応ここもトイレです。トイレではある。なんでこのトイレをここだ、こんなにもしっかりとお伝えして。トイレ情報大事やん。ね、大事だね、確かにね。話すって本当にね、トイレとか駐車場が少ないから。そういうことか、それを伝えないといけないから。そう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 。でもなんか柑橘類めちゃめちゃ載ってるんだよ、ね、柑橘類いろんな種類だね。ね、いやなんかね、この熊野エリアって、うん、なんかねすごい、その温暖な地域らしくて、あったかいから。そうそうそう、こういったねみかんとかがね育ちやすい場所らしいですよ。今日もだってすごい過ごしやすい気温じゃない、ね、今時期で言うと12月の中旬なんですけども、うん、気温多分20度ぐらい、15度だわ、うん、ですけどすごいね、風もここの辺りは少なくて歩きやすいですね。いいね、すごいね。すごい過ごしやすいですよね。もう後ろ見てもらったけど、もうちょっと良くなってきてるやん。もう良くなってきてるやん。すごいよ。もう良くなってきてるよ。すごいよ。もっと登るんでしょ、だからこれ。いや、こっからよ、こっから。こっからでしょ。こっから本番だから。いや、いいね。まず、どうしよっかな。マップをちょっと見てみようかな。はい。ジョフクの宮に行きたいと思います。いいね、いいね。ここにね、僕ね行ってみたかったんですよね。はい、じゃあ行きましょう。はい。ほい。あ、やっぱ俺のやったよね。もらったやつすぐなんか回収されたから。俺せっかく印刷してきたけど、ちょっと俺自分のやつもうないんやけど。すぐ見つからんくなる。別れ道来ましたけど。来たね。あ、あそこに一応看板があるね。ここにもあるよ。あ、ただ。
諸説あるのかもしれないけど、はい、こっちは徐福宮、徐福宮、 あっちは徐福の宮、どっちが正式名称なんだろうまあとりあえず行きますか、こっちに古さで行ったらあっちだね、多分。まあそうや、徐福の宮が正しい、徐福の宮が正しい。これこういう石ももう雰囲気出てきてるよ。そうだね、すごいなんかフラットな坂道で、うんうん、気持ちよく歩けるじゃん。例えばね、なんかその熊野古道がここにもあって、はいはい、その中で一番古い熊野古道らしい。ここにあるやつ、ほお、鎌倉かなんかの時代にできたやつなのかな。はあ。でまあこの秦須の道っていうのが、あのどちらかでいうと、まあ、ファミリーとかお子さんとかでもね歩きやすい道らしくて、確かにね、まあ、本当に散策感覚でね来れる場所らしいですね。確かにね、まあ、それでこんな景色もね楽しめるっていうのは、わあ、また開けた、すごい、いいね、写真撮りてそれはこっちじゃなくて本当に出たいんだなじゃあ後藤さん、ちょっと久々に2人でツーショットでも撮る？自撮りでね。俺だってこんな服着たらインスタしたいよ、これ。そうっしょ。うわっ、めっちゃいいやん。あ SNS 映えやん、これやん。わあ、いいね。よかったね、これよかったね。やっぱよかった、絵が全然違う。全然違うわ。この辺りって世界遺産がもう盛りだくさんで、ね、こっちもあっちもみたいな。そう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 。あとなんか日本最古の神社もなんかあるみたいな、こと書いてあったよね。そうですよ。あ、またなんか看板、看板が見えてきたね。うわー、もうあっち、あ、あ、あ、おー、また抜けてきたよ、あそこ。いやこれ絶対そこじゃん、もう。あそこポイントでしょ。あそこ絶対でしょ。あー、ここやっぱ風すごいね。風がすごい。あの、まあ、ここはね、はい、車道でもあるんで、ちょっとね、気をつけながら。車が通るときは、はい。車が通るんで気をつけてください。はい、はい。はい、見えてまいりましたよ、後藤さん。すごいよ、こっちの隣見て、あの、丸い駅。丸いはちょうど。あれが徐福の宮です。ちょうど丸いは確かに。あれが徐福の宮だから。あれが徐福の宮なんだ。もうすぐよ。言うてもそうだよね、もう目の前に見えるもんね。一応ね、ここにもね、車3台ぐらい止められるような駐車場があるんですけども。あ、じゃあ車でも来れるのは来れるんだ。一応来れるんだけども、やっぱ区内だと道が細いから、はいはい、運転慣れてない人はやっぱり電車で来た方がいいかなと思います。あの秘境駅も味わえるし。そう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 。一応あれがね、あのすごい上の方にあるけど、あれ徐福茶屋だから。あれか。そう、あそこにはるばる行くんだね、今から。そうよ、最後は。なるほどね。多分あそこからの眺めはね、めちゃめちゃいいって聞いたんで。目的地感あるもん、なんかここから見上げると。だって見上げないと絶対相当な樹齢じゃないの。何年なんだろう、これ。そうそうそう、約ね、2200年前に、はい、あの始皇帝の命を受けて、はいはい、不老不死の先約をね、探してこいって言われたらしいんですけど、うん、途中でどうやらあのナンパしちゃったらしくて、はい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 、はい、でここで遭難、可愛い女性がいたっていうこと。そういうことじゃない。まあ分からない、ナンパしに来たかもしれない。はいはいはい、うん、秦須にね漂着したらしいです。おお、まあ、そこからですね中国に帰ることなく、まあ、ここでずっと過ごしたというねお話を聞きました。でね、あのこの徐福伝説って結構各地にあるんですけども、うん、まあ、ここがねおそらく本当だろうと言われています。理由は、はい、あの中国の昔使われてた河川、古川、はい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 、古川が発見されたりとかされてるんで。あ、こっから出てるっていうことですか。そう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 。よいしょ、ほらすごい神々しいから。旅の祈願を願って。徐福さん、よろしくお願いします。じゃあ今からですね、はい、あの熊野古道の伊勢路の一番古いと言われている古道に行きたいと思います。はい、はい、じゃあ行きましょう。結構楽しみあるね。そこも世界遺産だからね。そうだよね、うん、こんなとこ通ってくの。いいんかな、通っちゃって。なんかすごいいいじゃん、ちょっとした背徳感と。お邪魔します。あ、こんにちは。お邪魔
します。すごいね、本当に。石垣とかもなんかでもすごいよね。ほら、歴史あるでしょ。なんかね。だからこういう道を皆さんこう歩いて街道に行ってたわけですよ。はい、頑張って登るよ。結構あるから、ここから。そうだね、ここを登ったら海を背にしてですね、まっすぐ登っていきます。ここがね、ちょっとだけきついですけど、マップないとちょっと確かにね、難しいかもね。ちょっと難しいかもしれない、ルートがな、でもこんな気持ちいいよね。本当に。あ、また柑橘系の、はい、鳴ってるから。もうちょっと最後に、あ、うわ、こっちから見るとまた迫力が、クスノキ、やっぱ、うわ、すごい迫力が、やっぱなんか抜けてる感がいいね。よいしょ、さあ登ってくよ。間違えた、墓地や。お墓でしたわ。墓地は墓地やった。墓地だから。温暖ってこんなに温暖なんだな。でも名古屋から2時間半とか3時間ぐらいか、の場所だけど全然気温違うね。やばいなこれは。待って、はこれできとるんや。はい、後藤さん、はいはい、着きました。ハダスの道でございます。看板もしっかりとしたのか。ここね、この道に残る石畳は一つ一つが重圧で大きく、敷き方もこのベースで全部いくの。このペースで全部行くの、ここまで。まあとにかくですね、はいはい、ここはあの、まあ、熊野古道の中でも、まあ、伊勢寺っていうのがあるんですけども、伊勢寺ってもしかしてずっと伊勢路伊勢路言ってたのって伊勢寺のことだったの？いや、ずっと俺は伊勢寺って言ってたけど。いや、伊勢路伊勢路って何のことなんだろうなと思ってたけど。調べたら伊勢寺でした、すいません、ね、間違えました。伊勢寺ね、はい、ここは、まあ、伊勢寺の中で、まあ、最古の熊野古道、石がですね通常よりも大きく敷き詰められてるらしいです。ちょっと荒い感じするもんね。そうそうそう、うわでもやっぱいいな。いいね、ちょっとこの荒い感じがいいね。なんか逆にちょっと歩きやすいよね。でまあ、300メートルぐらいの距離なんで、結構お子さんとかでもね、気がする。これぐらいだったらね、喜んで登れそう。この苔具合がまた、なんか全然また違うね。ありましたね。わあ。あと一応ここにもですね、あの羽田須神社っていうところがございます。はははははは。こちらもね、神社があるので。本当だ。はい。もしよかったらね、行ってみてください。はい。で今からね、僕たち行くところというのが、はい。角の倉、すいません、倉の角というところに、ね、行きたいと思います。そこね、あのさっきパンフレットで見たんですけど、景色がね、すごいいいところだったので。あ、そこからの景色も。はい。行きましょう。はい、で最後は徐福茶屋でございます。徐福茶屋ね。はい。すごい風、後藤さん。ね、やっぱり抜けるな。ここでしょう。ここここ。風が抜ける場所。ここが伝説の場所、蔵の角だから。伝説の蔵の角。ちょっともしかしたら風で声、風切り音がすごいかもしれないですけど、ここですね。あ、感じるでしょ、ここ。セーブポイントこれ。ここセーブポイント。ね、そうだよね。セーブしよう。セーブできるよね、これ。これ半盛時代、あの江戸時代のあたりだと思うんですけども、この場所には地下に蔵があったみたいで、蔵の角と呼ばれてたみたいです。まあ、駅からですね、細い道を上がっていくと、まあ、この木がね、大きな目印になっているので、まあ、絶好のね、ビューポイントじゃないかなと思います。はい、後藤さん、最後のポイントの徐福茶屋に今から向かいます。楽しみにしてました。すげえいいポイントで、美味しいみかんジュースも飲めるそうなんで、はい、やったよ、はい、行きますよ。やったよ。さあ、はいはい、ここ分岐、実はこっちにね、ショートカットあるんですよ。わ、そう、なんかちょっとそれも雰囲気あるし、いいね。ここから徐福茶屋を向かいましょう。はい、はいはい。あ、いい感じの道歩けるじゃん。また川も流れててね。流れてますね。こっち。感覚じゃないよね。大丈夫。違う違う、大丈夫大丈夫大丈夫。こっちだから。はい、後藤さん、着きました。徐福茶屋でございます。ここですか。ここでね、まあ一休みというか、はい、絶景を見ながら、
まあ飲み物飲みましょうよ、はい、飲みましょうよ、はい、だからね、あのみかんジュースがとっても有名みたいなんで、あ、そう、うん、かも僕はみかんジュースをね、いただこうかなと思います。わ、後藤さん、うん、すごいよね、これこの席座って飲めるから、このテラス席でいいんですか、コーヒーカンジュースいただいちゃって、そして私の買ってきたなんとか寿司もあるんで、ここ俺ご飯もあるかなと思ったんだけど、まあいいよ、もう分かってたよもう買った時から分かってたのよなんか懐かしいな、このくだり、向こう一だなと思ったもんはい、じゃあ後藤さんお疲れ様です。これですね、みかんジュース、はい、お疲れ様 でした。いただきます。うん、美味しい、やばいやばいね。いやもう正直俺水途中でなくなってたから、うん、喉カラッカラよ。やっぱみかんジュース最高。例えばお昼食べてないね。こんなこともあろうかとさ、はい、持ってきたのも食べさせてもらえるってことで。あ、そうですよね、持ち込みも歩いてたら ビデオは動画は回ってなかったけどもどうぞってもらったの、街の人が。マジ？え、本当にそれ？本当に。マジで？本当にくれたの。あ、そうなの。うん、すみません、ありがとうございます、いただきます。半分は俺食べるよ。あ、1個しかもらってないの？内藤さんの分じゃないよ危ない危ない。あ、うまっ。ちょっともらう？はい、ちょっと見る？めはり寿司熊野特産、これ後藤さんがあの一気に買ったやつですねちゃんといただいてもいいですか、後藤さん。ん？一口でお腹空いて食べたい時って、めっちゃ腹減ってるやん、すぐ食べちゃうよねいやー、どうでした後藤さん今日は。何締め？俺まだ終わりたくないよいやいや、もう締めますよ、全く買いたくない。締めます、まだもうちょっと楽しみたいよ。明日もあるから、はい、そうか、そう、明日からもありますんで、今日はねちょっと日も傾き始めてるんで、ね、そうだね、もうエンディングなのね。そうなんです。いやー、よかった、本当にね、え、いろいろ天候に恵まれてさ、そうだよ、こっから見える景色も最高だったし、ぜひね皆さんにもね見ていただきたいですよね。あと熊野古道、まあ、こうやってね気軽に楽しめるし、うん、まあ、あの来やすいなと思いました ね、うん、歩きやすいあれだったよね、石畳だったよね、うん、まあ、電車でも来れますし、ただですね、あの電車が少ないので、うん、あの電車の時間だけね確認して帰るようにしてください。さっきも乗り遅れたらもう大変だって、そう、行きもねそうですよね。で、あの今回ねこの旅をした記録というのが観光三重のホームページにレポートが載ってますので、ぜひねチェックしてみてください。概要欄にねリンク貼っておきますので。そんなわけで後藤さん、はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。明日もまた、次もよろしくお願いします。はい、明日からもよろしくお願いいたします最後いい残んなんで、はい、大丈夫です。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトとノリ後藤でしたバイ。